RSA インシュアランスグループは英国ロンドンに本社を置く多国籍損害保険会社である。RSA はイギリス、アイルランド、スカンディナビア、カナダで主要事業を展開している。現地パートナーのネットワークを通じて140カ国以上で保険商品とサービスを提供している。顧客数は900万人。RSA は1996年に サン・アライアンスとロイヤル・インシュアランスが合併して誕生した。RSA は1996年にサン・アライアンスとロイヤル・インシュアランスが合併して誕生した。2014年2月4日、RBS グループの元 CEO であるスティーブン・ヘスター氏が即日で RSA の CEO に就任することが発表された。2014、15年、 ヘスター・ RSA の財務を強化するための大規模なリストラを主導した。多くの非中核海外事業を売却し、グループの規模をほぼ半減させ、戦略の焦点を中核市場に合わせることを目的としたフェンチャーチ通り20番地にある RSA のロンドンオフィスカナダのジョンソンオフィス2015年9月、RSA はコロンビアの保険会社グループすらに4億300万ポンドで、 ラテンアメリカのすべての保険事業を売却した。2020年11月には、デンマークの保険会社、トリグとカナダのインタクトファイナンシャルコーポレーションから72億ポンドの買収提案を受けた。この買収は、2020年の欧州における災害の買収案件の一つとされた。2021年6月、両社による買収が完了し、その参加となった。 RSA は28カ国で事業を展開し、現地パートナーのグローバルネットワークを通じて140カ国以上で保険商品とサービスを提供している。世界中で2000万人以上の顧客を抱える。RSA は英国で2番目に大きい損害保険会社である。そのグローバル本社はシティオブ、ロンドンうちのフェンチャーチ通り20番地にあり、大きい。 トーキービルの15から17階を占めている。英国の登録事務所は、ロンドンフェンチャーチ通り20番地である。その他の主要な英国オフィスは、リバプール、ブリストル、マンチェスター、チェルムズフォード、グラスゴー、カーディフ、サンダーランド、ベルファスト、ピーターバラ、ハリファックス、バーミンガム、ホーシャムに置く。モアザンブランドを含み、 RSA は2006年12月2日に英国で最初のカーボンニュートラルな保険会社になることを発表した。RSA はイギリスの直販自動車、火災、ペット、旅行保険ブランドのモアザンを所有しており、以前のラッキー・ザ・ドッグの広告やモアイズ、キャンペーンで広く知られている。モアザンはまたモアザンビジネス事業を通じて、バン、ビジネスカー、ショップ、 オフィス、および、ビジネス保険を販売している。RSA はまた、デンマークとノルウェイのコダンブランド、カナダのジョンソンブランド、アイルランドの123ブランド、スウェーデンのトリグ、ハンザブランド、サウジアラビアのエールアリミア、オマーンのエールアリア、イギリスのモッタビラキと、インシュアランスコーポレーションブランドを所有している。アジア北、アメリカカリブヨーロッパ RSA インシュアランス、 アイルランドの元スタッフ3名が2012年にイギリスの会計検査機関が行った同社の財務、不正行為に関する調査に関連した制裁で合計18万2千ポンドの罰金を課せられた。2002年1月、ロイヤルサン・アライアンスはクライド造船所で働く労働者の石渡省に起因する障害をめぐる訴訟に関与することとなった。 労働者は1972年から1977年の間に RSA がアスベスト製造会社のターナーニュールに保険証書を発行したが1969年の使用者責任運行に違反して石綿症の保証を除外したと主張した RSA はアスベスト関連の障害は同社が引き受けを寄付するリスクでありターナーニュールは 石渡省に対して自己保険をかけていたため、賠償責任を負うべきであるとして、保険契約から除外されたと回答した。2002年2月、RSA はアスベスト損害賠償請求に備えて、これまでの2倍となる3億8400万ポンドまで引き当て金を増額し、9月11日の同時多発テロに起因する2億1500万ポンドの請求と合わせて2001年の利益を、 帳消しにした。RSA は、米国でのアスベスト保険請求に対する負債をカバーしようと、さらに8億ポンドを調達するために子会社7社を売却した。その後、フレンズ・アイボリー氏名が、2002年5月、RSA のイギリス籍の資産管理市会社を2億4000万ポンドで買収した。RSA は、エキタブルライフの破綻の原因となった。 保証年金の負債に対して引き当て金を12億ポンド準備しなければならず、また年金のご販売の調査報告の期限を守らなかったとして金融サービス機構から罰金を課せられたこともあり、状況はさらに悪化した。その2ヶ月後、フレンズ・プロビデントは、マンシマに拠点を置く RSA のオフショア保険会社インターナショナルファイナンシャルサービス、 リミテッドを1億3300万ポンドで買収した。2002年7月、RSA はグループのリスク事業をカナダライフに6000万ポンドで売却した。2002年8月、RSA は生命保険事業を閉鎖せざるを得なくなり、1200人の雇用が失われた。2002年11月、ターナーニュールは、 アスベスト関連の疾患を患った元従業員に、代わって RSA に対して訴訟を起こし、RSA が同社に雇用者責任保険を提供したため、保険会社が責任を負うと主張した。RSA の会長であるセルパトリック・ギレムは、コスト削減のため、米国事業のスウィーを売却し、アジア太平洋地域の事業のほとんどを資金化し、 英国での喪失業数を4000に抑えると述べた。この訴訟は2003年に1月に高等法院で審理された。RSA は人配の保障を対象から外す保険契約の条項は石綿症や腹膜中皮腫などの他のアスベスト関連疾患も対象外としていると主張した。T&N を代表する直線弁護士のコリン・エドルマンは RSA 社が提出した軽率な弁明は、馬鹿げているとし、保険会社は責任から逃れようとしているとローレンス・コリンズ判事に語った。2003年5月9日、裁判所は RSA に賠償請求の責任があるとの判決を下した。2003年9月、RSA は英国で1000人の雇用を削減し、 さらなるアスベスト請求をまかなうために9億6000万ポンドを株主に要求した。2011年9月、ロムフォード軍裁判所のプラット判事は判決の中で RSA が利益を膨らませるために自動車保険金請求プロセスの中に子会社を入れて費用を回収した方法を攻撃した。現在、いくつかの保険会社は RSA の請求書の原本を見ることなく、 RSA の支払い要求を拒否している。2012年6月15日、RSA 保険は、高等裁判所の判決で成功を収めた。同社は、この判決は、その観光は合法であるとみなされ、その立場が立証されたことを意味すると述べた。アリアンツ保険は、数時間以内に RSA を提訴した。それ以来、RSA は二社間協定の締結を開始した。 最初の協定は2012年6月29日に共同組合保険と発表された。ヒルズボロの悲劇として広く知られているイングランド FA カップの試合での死亡事故は RSA が関与していた。観客の衝突により96人の死者と766人の負傷者を出した。ロイヤルサン・アライアンス・インシュアランス・カンパニーは特権を放棄することを拒否したため、 ヒルズベインディペンデントパネルがその資料を閲覧することを拒否した。パネルに資料への機密アクセスを許可するように同社を説得するため精力的な努力が払われたが、同社は態度を変えなかった。RSA は被害者や遺族に支払われた保証額に関する情報を公開する義務を負わないため、これを行う権利があった。いずれにせよ、その情報の公開は、 ヒルズボロの悲劇の責任者の結果に影響を与えなかったであろう。ありがとうございます。